はい、皆さんおはようございます。衆議院議員の原口和司です。今日は食材が極端にないです。佐賀に帰ってきたばってんが夜遅かったんで買い物に行っとるんです。ということで。でもじゃん。佐賀さんの卵に。トマトトマトも2週間。 ぶりでしたから、冷蔵庫にあるやつは若干ね、でもこうやって焼いて食べるとうまいんですよね。パプリカ。パプリカと、キウイ。そして、ブドうそして、ジョン佐賀さんのナスのお味噌汁でございます。ゴン太ちゃん、お久しさ、渋り。そしてこの竜、すごいですね。これ、切り絵ですよ、切り絵。嬉しの茶。 きの日東京の半田空港でお会いした、えー、某参議院議員さんが嬉のに泊まるってはめるとねいいんですよねあそこイタリアンなのよね。ということとこ嬉しの茶。では皆さんいただきます。良い土曜日をごきんよう 今日は鳥栖に行く場合待っとってね